いらっしゃいませ、家電の虎です。今日のテーマはアイリスオーヤマの家電の評判のついてになります。アイリスオーヤマという家電、実は年々飛躍的に伸びている家電メーカーになります。ですがこのメーカーさん、家電量販店の店員の僕の意見ですが、お客様からは賛否両論の意見が多くなっております。家電量販店やホームセンターでもよく取り扱いがあるメーカーさんなので、今後購入する可能性がある人やすでに持っている人必見になります。家電の虎は現役家電量販店の店員が家電の紹介やお得な情報をお届けするチャンネルになります。皆さんの家電の購入のお手伝いに一役買うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。今回はこちらになります。アイリスオーヤマってどんなメーカーか、アイリスオーヤマの評判は、どんな人におすすめの家電なのか、この3点をお伝えしていきましょう。ではまず1つ目のテーマですね。アイリスオーヤマってどんなメーカーなのか。冷蔵庫や洗濯機などの家電を販売したことで一気に知名度が上がりましたが、アイリスオーヤマはもともと1958年から創業された結構歴史ある企業です。もともとは日本最大の家庭用プラスチック製造会社で、園芸用品や半透明収納ケース、インテリア用品、ペット用品といったものを取り扱っていました。つまり単価がそれほど高くない生活用品を作っている会社だったんですね。そんなアイリスオーヤマが冷蔵庫や洗濯機などの家電類を販売しだしたのが2012年。今ではおしゃれ家電として若者を中心に利用者が増えていっています。それではなぜアイリスオーヤマが突然家電を作り始めたのか、皆さんはご存知でしょうか。きっかけは大手家電メーカーから大量の失業者が出たことです。2008年に起きたリーマンショックの影響で家電業界は大きな経済困難が起きました。日本の経済状況を掲載している東洋経済オンラインによると、リーマンショック級の2009年3月期は国内製造業界史上最悪の7873億円の赤字が計上され、三菱電機を除く大手電機メーカーの業績が落ち込んだそうです。業績が悪くなると当然企業は人件費の削減を行うためリストラが起きます。家電の売上高で業界トップだった日立製造所だけでもおよそ5000人の技術者が失業していますので、リーマンショックは家電業界に大きな打撃を与えたことがわかりますよね。その失業者たちに目をつけたのがアイリスオーヤマという企業なんです。実は家電業界というのは参入障壁がものすごく高い業界です。なぜなら家電を作るには技術者と設備が必要となりますし、設備だけならお金さえあればどうとでもなりますが、技術者を確保する、これがとてもとても難しいのです。家電を作れるほどの技術者というのは日本にそれほど多くなく、そのほとんどが大手家電メーカーが雇用している状態でした。しかしリーマンショックをきっかけにアイリスオーヤマは優秀な技術者を大量に雇用できたことで家電の製造に乗り出したとされているわけです。もともと小さな日用品を作っていた会社がいきなり家電メーカーとして名乗りを上げたのは、そういう背景があったからなんですよね。では優秀な技術者を確保したアイリスオーヤマの家電はどのような評判があるのでしょうか。次はそちらを解説していきたいと思います。ネット上でアイリスオーヤマと検索をすると、最悪、良くない、やめた方がいい、買わない方がいいという見出しが出てきます。実際に僕が接客したアイリスオーヤマの家電を使っているお客様の中にも否定的な意見が少なからずありました。それだけ聞くと、アイリスオーヤマって本当に良くない商品じゃないのと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。アイリスオーヤマの家電はいいものですよ。それを解説する前に、まずは世間一般で言われているアイリスオーヤマ家電のメリット、デメリットを紹介しましょう。まずはメリットから。メリットはデザインがいい、価格が安い、まとめ買いしやすい。デメリットの方は壊れやすい、機能が少ない。メリットに関しては僕は全面的に同意です。冒頭でもお話ししましたが、アイリスオーヤマは若者を中心に人気が高いメーカーです。タレントの吉沢亮さんが勤める CM で、なるほど、冷蔵庫、炊飯器、レンジ、トースター、コーヒーメーカー、洗濯機、クリーナー、家電のデザインを統一すると部屋がおしゃれになる、売れるね、というのを皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。アイリスオーヤマはいろんな家電を安くおしゃれに販売することを目指しています。その理由はとても単純、家電を作り始めてまだ日が浅いからです。もしアイリスオーヤマが家電の質で勝負したら、パナソニックや日立といった大手メーカーにかなうはずがありません。経済力も設備も桁違いだからです。アイリスオーヤマは以前からインテリア用品の販売もしていた経験から、おしゃれなものを作るのにもそもそも長けており、家電を作る際もターゲットを若者に縛ることにしました。
実際に僕が接客したお客様だけ見ても、これから引っ越しをする新社会人の方々にアイリスオーヤマはバンバン売れました。またアイリスオーヤマは冷蔵庫や洗濯機などの大型家電に加えて、レンジや炊飯器などの小型家電、収納ボックス、布団類、照明、ソファー、カーテン、マスクなどなど、生活に必要なものを一通り揃えられるので、まとめ買いにも向いているのは事実です。普段は安く済ませておしゃれにはこだわりたい、そんな方にアイリスオーヤマはぴったりですね。さて、ここからが皆さん一番気になるデメリット、その1、壊れやすいについて解説します。アイリスオーヤマの家電が壊れやすいという話に対し、僕の意見は半分同意半分否定です。まずは半分同意の意見から述べましょう。アイリスオーヤマは2012年に家電を作り始めた。家電業界としては若い企業であって、何事でもそうですが、始めたばかりというのは失敗がつきものです。例えば今では通信業界の代表的企業にもなっているソフトバンクも、一昔前は電波の品質が悪いという意見がネット上で流行していましたし、今は楽天モバイルがその対象になっていますよね。また皆さんがよく使う iPhone や Android も、昔は電池がすぐになくなったり、すぐ食われたりしていましたし、ガラケーからスマホに変えたばかりの人は、その耐久性の差に驚いた人もたくさんいたはずです。それと同じで、アイリスオーヤマの家電も製造を始めたばかりの頃はそれなりに壊れやすかったんだろうなと僕は考えています。それが僕がアイリスオーヤマの家電は壊れやすいという意見に半分同意しているという理由です。では半分否定している、つまりアイリスオーヤマの家電は壊れやすくないと思っている理由が何なのか解説します。それはアイリスオーヤマの売上高です。アイリスオーヤマの2020年の売上高は6900億円、過去最高を記録しており、前年比でなんと 38% も増額しているんです。本当に壊れやすい商品を作っている企業がこんなにも売上高を伸ばすでしょうか。特に新型コロナウイルスの影響で巣ごもり需要が増える中、わざわざ壊れやすい家電を買う人がいるのでしょうか。またこれは僕個人の意見ですが、2017年頃は確かにアイリスオーヤマの冷蔵庫が壊れたので買い替えに来たというお客様を多く対応していました。何年使って壊れましたかと聞くと、だいたい2年から3年と答える人が多く、冷蔵庫、洗濯機の平均寿命が5年から6年なので、確かに壊れるのもちょっと早いなという印象を受けました。しかしコロナが流行る少し前、2019年頃からはそういうお客様がピタリと止まりました。原因は分かりませんが、おそらくアイリスオーヤマの家電の品質が良くなっていることが考えられます。このようにアイリスオーヤマが実際に儲かっている点、僕の個人的な経験に基づく点を考えて、アイリスオーヤマの家電は決して壊れやすくないと僕は思います。そしてデメリットその2ですね、機能が少ないについて、これについては皆さんご安心していただければと思います。その通りです。アイリスオーヤマの家電は機能が少ないですが、それで何の問題もありません。アイリスオーヤマの家電は通称ジェネリック家電といって、余計な機能を省くことでコストを安く製造された家電なんです。例えばですね、洗濯機は通常の洗いはもちろんのこと、服の生地によって洗い方を変えられるモードがついていたり、カビの繁殖を防ぐために内部の金属にコーティングをしたり、音を小さくするためや電気の省エネをするためにインバーターという機能を搭載したりと、お金がかかる機能が満載です。そのほとんどを取っ払い、最低限の洗いの機能だけを残し、価格を3万から4万に抑えた洗濯機がアイリスオーヤマです。それだけで本当に大丈夫なのという声が聞こえてきそうですが、大丈夫です。よく考えてみてください。アイリスオーヤマを買う人のほとんどは20代の若い方で、一人暮らしをしている方が多いです。まず一人暮らしなら服はそこまで多くないし、生地ごとに洗い方を変えるなんて洗い方はまずしません。壁に関してはいくら金属コーティングをしようと、ある程度のカビは繁殖するので、どのみち総洗浄が必要になります。そして音を小さくする点については、インバーターのあるなしによって変わりますが、洗濯機の音の平均はインバーターありで約 32dB、 インバーターなしで約 40dB。では皆さんの中で 32dB と 40dB の音の違いを聞き分けられる方はどのくらいいるでしょうか。多分ほとんどいないと思うので、この辺も問題ありません。インバーターがあるだけで洗濯機って10万円くらいしますからね。アイリスオーヤマが若い人に人気があるのは、おしゃれさの他にもこうした余計な機能を省いてシンプルかつ安く使いたいという方に若い人が多いという話なんです。もし洗い方にこだわりがあったり、カビの掃除が本当に嫌いだったり、少しでも音を小さくしたいというこだわりがある方は、そもそもアイリスオーヤマの洗濯機は向いていないので、他のメーカーにしちゃいましょう。結論ですが、アイリスオーヤマのデメリット、機能が少ないは事実ですが、人によってはデメリットになりえないです。
では次、3つ目のテーマですね。どんな人におすすめの家電メーカーなのかですね。これまで散々アイリスオーヤマの家電は若者を中心に売れているというお話をしましたが、その方々以外にアイリスオーヤマに向いている人はどんな人なのでしょうか。結論を先に言いますと、予算を安くしたい1人または2人暮らしの方、かつ機能にこだわりがない方です。わかりやすく冷蔵庫を例に挙げてみます。アイリスオーヤマの冷蔵庫は2021年10月時点で最大274リットルまでの冷蔵庫しか販売しておらず、これはお子様のいる家庭ではかなり厳しい容量になります。日常生活の要でもある冷蔵庫がまだ中型しか製造していない時点で、アイリスオーヤマがファミリー向けの家電ではないことがわかりますね。洗濯機だと一番大きいので10キロの大型があるためファミリー向けだと言えるのですが、そもそもお子様がいる家庭は洗浄力にこだわった洗濯機を選んだ方がいいです。なぜなら小さな子供は服に食べ物をこぼしますし、外で遊べば平気で泥だらけになりますし、スポーツをしているならなおさらです。アイリスオーヤマの家電は価格を安くするため、余計な機能を省いたジェネリック家電のため、やはり10キロの洗濯機もファミリー向けとは言えません。これからの未来はわかりませんが、現時点でのアイリスオーヤマはファミリーには向いてませんね。逆に一人暮らしの方には絶大な威力を発揮します。先ほどアイリスオーヤマの家電は機能が少ないのところで解説しましたが、一人暮らしの方は服もそんなに多くないですし、洗い方を生地によって変えるシーンも少ないし、インバーターなしであれば運転音の違いもほとんどありません。つまりこだわるポイントが少ないんですね。これも冷蔵庫も同様で、一人暮らし用の冷蔵庫は容量、デザイン、省エネ性の違いしか比較するところがなく、大型と比べてこのメーカーにはこういう機能がついていて、こういう料理をする人にはこのメーカーがおすすめです、みたいなのが一切ありません。つまりこだわるポイントが少ないんですね。冷蔵庫、洗濯機に関して言えばまとめ買いセールなどを利用して2台合わせて4万から5万で買うことも可能です。まさに究極のコスパですよね。機能面にこだわらなければ2人暮らしの方でもアイリスオーヤマは最適です。2人暮らし用の洗濯機なら6キロから7キロで十分ですし、冷蔵庫も220リットル以上あれば十分です。どちらもアイリスオーヤマで売っているので2人合わせても9万から10万ほどで買えます。では最後まとめですね。いかがでしたでしょうか。今回は今飛躍的に伸びているアイリスオーヤマという企業の家電製品についてご紹介しました。ネット上では製品の質について否定的な意見もありますが、それは一昔前の話で、現在ではそれが改善されてきていて、その結果が企業の利益として数字に表れています。皆さんの中では新しいものが出た際、しばらく様子を見て安全性が保証されてから購入するという買い方をされている方もいると思いますが、アイリスオーヤマの家電は来年で10周年を迎え、この10年の間に様々な失敗と改善を繰り返してきた企業です。ですので安全性が保証された時期に突入しているものと考えられます。そういう意味でアイリスオーヤマは今がまさに買い時と言えるのではないでしょうか。この動画で少しでもアイリスオーヤマの魅力を感じていただけたなら幸いです。少しでも参考になったよと思った方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。